フラメンコダンサーの松本真理子です。今日はフラメンコの舞台ヘアセット、髪の毛が短い人のためのモーニュの作り方をご紹介します。
以上がモーニョの作り方でした。いかがでしたか？ぜひこの動画を見てね、素敵なモーニョが作れるように練習してみてください。この動画が役に立ったという方、ぜひこの下にあるいいねボタン、それからチャンネル登録の方をぜひしてください。ご視聴ありがとうございました。それでは次の動画でまたお会いしましょう。それではまたね。練習頑張って。